あのポスターにもございますが、結集というのはその意味を込めているところでございます。そういう中で我々大阪府連としても、今日民進党さん、共産党さん、そして社民党さんの代表をお招きをして、大阪でも野党共闘の環境づくりをしていこうという思いで今日ご案内をさせていただきました。そして我々大阪府連も今日の大会を契機に、野党共闘が実現できるように一致協力をして頑張っていきたいと思いますので、どうか皆さん、これからも我々の活動にご理解とご支持、ご支援を賜りますことを心からお願いを申し上げる次第でございます。そして最後になりますけれども、私自身大阪6区で議席奪回のために不退転の決意で頑張っていきたいと思いますので、どうか皆様方の変わらざるお力添えを賜りますこと心からお願いを申し上げまして、私からのお礼のご挨拶に返させていただきます。本日はどうもありがとうございました。